にちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は先ほどドンキホーテさんで買ってきた、じゃーん、このね、ベアーズグミ、ジャンボジョリーベアーズグミライム味を、ちょっと今からおやつに食べたいと思います。はい、かわいい、ジャンボジョリーベアーズグミ、かわいくないですか。これ、こういうのね、結構ありますよね。ドンキさん輸入のお菓子とか結構売ってるじゃないですか。で、おそらくこれね、すごい大量に入荷したのか、なんとこれ100円で売ってたんですよ。100円、あ、わかった、多分賞味期限がね、近いから安かったんですかね。そう、ちょっと今から食べてみたいと思いますね。今グミってすっごい流行ってますよね。ドンキホーテさんでもグミコーナーがすごいたくさん充実してて、で、結構ね、海外のね、グミ多いですね。うわー、けどすごい、ちょっと待って、あー、こんなに大きいグミ食べたことあります？わかんない、私初めてかも。なんかね、ちょっと顔から行くのかわいそうなので、足から行こうかなね。そうですね、ライム味のグミ、ちょっと来ますね。もうそのままかぶりつきます。あ、硬い、硬っ、あ、うん、待って、思いのほかしっかり系のグミですね。うん、確かにライム味、ライム？レモンみたいだけど確かにライム、ちょっとだけライムのほろ苦い感じが残るんですが、弾力がすごいですね、このグミ。お子様絶対好きなやつですよ。結構ね、日本のね、国内のグミって最近ね、そういう歯ごたえ強いの多いですけど、それとはまた違う歯ごたえっていうかね、なんか、不思議な味、これ、なんだろう、あんかんがね、硬いけど、全然硬い。まあ、うん、ということで今日はですね、おやつに食べたこのね、このね、ベアーズグミについてのご紹介でした。美味しかったです。はい、ご清聴ありがとうございました。